JR の松山駅に行きました。今からですねタオル美術館に行きますので、この特急使用風14号に乗って、ニューガワというところに行きます。はい、ちょっと今回の旅で多分特急は乗ってますけど、電車特急は今回は初めてですね。なので今回グリーン車に乗車したいと思います。はい、ということでここはグリーン車でございます。ですね、フットレストはですね、土足用とお靴を脱いでやる方の2つあります。で多分高さはこれで変えれると思うんで、いいですね、ペダルを踏んで、でリクライニングはまあ普通ですね、そんなに深く倒れるわけでもなく。堺で高松方面お越しのお客様、途中の歌図踊り会をお願いいたします。まもなく発車いたします。 This is the Shiokaze Limited Express bound for Okayama. Please do not smoke on this train. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Thank you.ご利用くださいましてありがとうございます。次は今治に停まります。Ladies and gentlemen, this is the Shiokaze Limited Express bound for Okayama. The next stop will be 今治. Thank you. お待たせいたしました。今日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。特急しおかぜ14号岡山行きです。本日は全車岡山行きとなっております。堺で高松方面へお越しのお客様は途中の宇多津でお乗り換えをお願いいたします。これから先止まります駅到着時刻車のご案内いたします。次は今治に止まります。今治には10時59分入河は11時12分伊予西条11時22分新居浜11時30分伊予三島11時48分川根11時55分、関門地12時5分、多度津12時21分、丸亀12時26分、宇多津12時30分、小島12時49分、終点岡山13時10分の到着です。終点の岡山13時10分の到着です。堺で高松方面お越しのお客様、途中の宇多津でお乗り換えをお願いいたします。臨時の特急列車宇多津を出ますと、堺で12時38分終点高松12時54分の到着です。終点の高松12時54分の到着です。車は8両編成です。前から8号車7号車の順で一番後ろ1号車です。自由席は本日5号車、6号車、7号車です。指定席は1号車から4号車と8号車です。号車番号、出入り口上に表示しています。
お手洗いの設備は1号車前側、3号車後ろ側、5号車後ろ側、6号車前側、8号車後ろ側にございます。冷たいお飲み物の自動販売機は1号車の前側と8号車後ろ側でっきりございます。車内は禁煙です。お煙草はご遠慮ください。携帯電話はマナーモードに切り替えていただき、通話の際はデッキの方でご使用ください。この列車の運転士、高松運転所、山中車掌、松山運転所、重松です。途中の小島までご案内いたします。次は今治に停まります。来ました。今からタオル美術館に行きます。なんかタオル美術館まで行くのに、ここからバスじゃなくてなんかタクシーに乗らないといけないみたいで、公式に書いてあって、公式ホームページに書いてあったので、ちょっとアクセスがちょっとね、ちょっと不便かなっていう部分はあります。じゃあちょっと見送りましょうか、潮風号を。タクシーに乗せていただきまして、タオル美術館に到着です。